スモールさんのです、ね、私の社長学という新しい企画が始まります。先輩の経営者がです、ね、あの若手の経営者とか、あるいはこれから社長業を引き継ぐかもしれないというような人、あるいはまた社長の右腕になっているようなそういう幹部社員の人たち、まあ、そういう人たちに社長という仕事とか社長という立場とか、まあ、そういうようなことについてポイントとなることを語ってもらおうという、まあ、そういう企画です。その第1回は 株式会社大工広ーラという会社の社長の北島明夫さんにお願いをしました。ちょっとビ病ラって言って意味わかんないと思うんですけど、あのビ病ラっていうのはネジという意味で、もともとはネジを作ってる会社だったんですけど、注文主の要望に応えて、どんなふうな作り方していったらいいのかというようなことを考えて、その作り方を構築して。 でそれをいろんな工場に回して、実際作るのはそういう工場の人が作りますので、ファブレス型という、そういう会社であります。もうそろそろ息子さんが後を継ぐことになるという時期でもありますので、会社を引き継ぐつもりのある人とか、あるいは引き継がせる気持ちのある人。今日の話は、は、えー、そういうい人たちにに、とっては特に あの参考になると思いますじゃあよろしくお願いしますご紹介にあげかりました北島と申します各位私もですね二代目でございまして創業来年で60周年を迎える会社でございます創業者はうちの親父でございまして私も、えー、24,5の頃、えー、帰ってきまして うちの父とですね机を並べて、本当にやりにくいことだらけでした親子で会社を継ぐってなると、一緒にやってる時期、社長と専務である時期っていうのが、まあ、結構10年ぐらいは、どちら様もあると思うんですけども、私もそのくらいの年数がございまして、まあ、そんな中で、本当にもう、あんまり思い出したくないようなこともいっぱいあって、ただ、社員の数もそんなにいなかったんで、まあ、ぶつかってもよかったんですね。 僕より年配の社員ばっかりだったね。であまだやってるみたいな感じそれがやっぱり10年近くなってあと継ごうかなっていうそろそろ俺やるぞやってもいいよみたいな感じになってくると年下の社員も出てきますよね <laughs> するとやっぱその前でやっぱそんな和は起これないんですよねだからそういうところでやっぱだん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 その後継ぎとしての資質っていうのは自然と培われていくんじゃないかなって私は思います。 でまあ、35の頃だったかな、突然親父が、おい、変わるぞと、ほんと突然言い出したんですよ。で、あと、次いだわけです。で、まあ、次いでも関係性はほとんど変わらないんですよ。社長という名前が変わるだけで。ところが、ついで半年ぐらいしてたときに、うちの親父が胃がんで、ちょっと倒れまして、やっぱなかなかうちの親父の面倒もそう見ていかないかんし、えー、会社の方もやんなきゃいけないしって。 まあそこでちょっと腹すわったかなっていうのはありました。本当自分で考えて自分でやっていかなきゃいけないという立場にもう強制的に置かれたような感じですね。でそう言いながらもですねうちの親父今、えー、今年90になりますけども82ぐらいまで会社いたんですよ。まあ僕も別にいくつまでいてもいいよっていう話はしてたんですけどもまあその80超えてくるとその若手の社員も入ってますし私の言うこととうちの 父がが言うことがあのやっっぱ違ってくるんですよね若手の社員が戸惑い始めたのを私見てましたんで黙っとくならおってもいいけどもういろいろ言うならもうそろそろ引退してと <laughs> 母親にはあの親服を物扱いされましたけども、うん、やっぱ若手の社員が戸惑うぐらいだったらもうちょっとこれは言わなきゃいけないなと思って父にそういうことを言った覚えがあります、うん、うちの親父も、うん、そうかと割とすんなり納得してでいなくなるとまたこれが。 <laughs> 心の支えがちょっとなくなるようなところがやっぱあるんですよね。で私当時社長になってからもう10年近く経ってたんですけども、うん、やっぱもう、まあ、こっからだみたいなでそこまではですねあの結構うち私があの先頭に立って業務のこともいろいろやってたんですけどももうこっから先はあ,のあまり業務を最前線でやるのはちょっと控えようと。 私ががそのお客さんんところに訪問すするとやっっぱ強烈な印象だけが残っていいくらしいんですよあと担当で行く若手の社員が非常にやりにくいとなるだけ行かずにあのアドバイスだけくれみたいな自然となんかそういう感じになっちゃって社長はもう対外的なお祭りだとかいろんな街道ロータリークラブとかいろいろありますんでそちらの方でやっぱ奉仕活動に専念してくれみたいなだから業務からちょっと外れてでもやっぱり同じ事務所の中で見てるのは見てるから誰が何をしてるっていうのはある程度は分かるんですね。 ちゃんと話も上がってきますし、それに対して私は最終的な判断を下すというか,だから社長っていうのは、まあ、50代だって思うんですけどやっぱりその最終判断決めるっていうんですかねこの部分が非常に大事かな自分でこうこうこうやっていくんだっていうタイプの社長も多分いらっしゃると思うんですけども私の場合はこうやりたいああやりたいっていうのを待ってるっていうかなそっちの方が重点を。 うん、置いてるような感じですねこれやれあれやれ,れじゃなくてだからあの売り上げが足らんぞどうのこうのとか僕一と言も言ったことないしもう上がってくるやつをどうにかしていく新規もそれは年に何件かずつ増えていってはいますけどもうそれより大事なのは今の既存のお客様にやっぱり満足していただくことだよというふうな話を若手の社員にはやってます。のののの役役役目3代目の役目目目代代っていうのは 創始者というのはやっぱり基盤作る上で相当やっぱ動いて自分が先頭に立ってそれは私にはできないような苦労もしながらやっぱり基盤を作ってくれた私はそれを基盤をやっぱり守りつつ、ね、資産を構築しながら次の方につないでいく確かね老舗の作り酒屋のおやじさんがた確か言ってたと思うんですけど会社っていうのは次の世代から預かってるもんだよって考えた方がいいよと。次の世代につなぐとか何とかか 次の傾斜選ぶとかなんとかじゃなくて、次の経営者から預かってるもんだから、いつでもそっちに預けれるように体制を取っておかないとだめだよと、そういうなんか先輩たちの話も、不思議不思議な頭の中に浮かびながらですね、やっていきたいように思います。今ね、後継ぎされる方ってすごく減ってるんでしょ、<laughs> やっぱり。 だからあの本当、うちの息子が継ぐって言ったとき、私も正直びっくりしましてで、私は継がなかったら、それこそ65ぐらいで売ろうかなと思ってたんですけど、で息子に聞いたんですよ、なんで継ごうと思ったのと。したらあの、やっぱりうちの親父のように、ニコニコしてあの、ゴルフだ、魚釣りだ、なんだかんだってやるのは、サラリーマンじゃ無理やもんと。<laughs> でも結局、跡継ぎが継ぎたいと思うかどうかって、結局そこを。 なるかなって本当僕思いましたね私もあの親父が結構楽しく遊んでるところを見てましたもんね経営っていうのは非常に大変ですもうあの相談相でもなかなか少ないしもうひとたび数字が悪くなるとちょっと寝れないような時もありますしいい時ばっかりじゃないんでですね悪い時にどう踏ん張っていくかっていうのは非常に大変ですけどでも大変だから結構面白い部分もあって 私は経営者になってよかったなというふうに思っております大変だけど、やっぱりそういう経営者の楽しさとか、喜びとかが子どもたちに伝えていくっていうことをちょっと意識した方がいいですよね、やっぱりね。ら、はい、ないとみんな大変だと思って、あと過ぎませんもんね。はいはい、面白いんですよね、経営って結構。<laughs> 自分でいろんなこと判断できるっていうことはやっぱり楽しいことだと思うんですけど、はい、経営者の一番の仕事はやっぱり最終判断をきちっとする。 最後は自分が決めるっていう、そこが大事だって言われました。はい、北島さんの場合、その最終判断の基準というか、理念というか、まあ、どんなことを大事に考えて、えー、これやる、やらないとか、これはいいとか、悪いとかって判断される私の場合、一番先最初に考えるのは、やっぱりみんなのためになるのかなと。やっぱり経営定、会社の存続っていうのは、やっぱり社会貢献。 詰まるとこう、そうなってくると思うんですよね。だから社会のため、みんなのためになるのかな。っていうのが、やっぱり一番最初に考えると。ころですそれとあと、そうですね、指針がないかですね。あの下心ないかですよね。ああ、なるほどね。<laughs> これやれば、ちょっとうまいこといけばとか。どうしても考えがちなんですけど、よく私の先輩たちが言ってたのは。二つ分かれ道があったら、苦しい方を選べと。やっぱりそう、どうしても楽な方に逃げがち。 なんで特に私の場合、本当楽な方に,に <laughs> 行っちゃうんで、あのなるだけその大事な判断の時は、大丈夫かなと思いながら、苦しい方を選択することは結構あります。動き <laughs> がしっかりしているかというのも大事だと思います。そういうのがちゃんとしてないと、やっぱす、ね。そうですね。でもやっぱ息子がつぶよって言ってくれた瞬間は、えっと思いながらの、ね、そうですね、まあ、あ<ー>半分半分ですよ。 経営者の大変さがまだピンときてないところがあるので、なかなかあいつも苦労することになるな、みたいな気持ちはあるでしょう。いや、ありますあります。まあ、でも苦労していいと思いますよ。苦労しなきゃだめだと思いますやっぱり。そうですね。そういう覚悟はある意味、引き継がせる側も覚悟ができてこない。そうですね。だからそこをやっぱり見て見ぬふりじゃないけど、見守っていくって言うんですね。あんまり助けずに。口に出さないでね。一番ストレス溜まりますから。はい もう,ね、でもうちの親父も言いたいのを必死こいて頑張ってたと思いますよ。そね、そのお父さんの気持ちがこれからすごいよくでうていると思いますよ。ね、そう今、あの後過ぎとか何とかに関わっているような時,時期の人たちにとってみると、すごい刺さる言葉がいっぱいあって思います。血糖値もストレスですから、はい、あまりこれからせっかくかけた、はい、血糖値上がらないように気をつけてください。<laughs> 今のところ数値は安定しておりますので素晴らしい。どううもありがとございましたありがとうございました。